はい。こんにちは。えー、今日もですね、あの、明音菩薩本というのはですね、非常に難しい章なんですよ。えー、まず一番難しいのは、お釈迦様がどういう視点からですね、あの、明音菩薩本を語ってるかなんですよ。ちょっと今日はこの視点についてですね、お釈迦様が明音菩薩本を語るお話し,しますと。法話としてですね、はい。えー、まず、明音菩薩がどこから来たのか、えー、明音菩薩がどこから来たんでしょうっていうふうに、 まあ、本当はですね、これ、皆さんを実際に前にしてですね、ミヨン菩薩尊って、あの、解き明かしたかったんですけど、まあちょっとそういう事情はできないみたいなので、ここで聞きますけど、ミヨン菩薩はどこから来たんでしょうっていうと多分、誰かが、はい、なんて手を挙げて、あの、ミヨン菩薩はあの、仏国土から来ましたと。えー、上京四国地如来の仏国土から来ましたと。えー、ついに言いますね。確かにそういう風うに書いてありますね。 じゃあ、その、上京四考地にの仏国土っていうのは、どこにあるでしょうっていうと、えー、それはあの、えー、東方の、え、元日がの砂の数に等しい、えー、仏国土の中の、えー、えたその一つにありますって言いますよね。これ非常に賢いですね。この人はもちろん、あの、えー、間違ってません。だけどですね、その仏国土から、明音菩薩が、えー、お釈迦様が発した、 未見脈光層の光に反応して、サハ世界に行きますと。こうすると、一つの人間の三次元の人間の目線だと、空の彼方の遥か上、ビッグバーが起こる前の世界にある無限の仏国土の中の上皇、聖言世界から、えー、お釈迦様の未見脈光層の光に当たって、そこから三次元世界に、ミオンサスが来るみたいに見えますけど、じゃあ、その、えー、ガンジスガの砂の数のような仏国土や、 こう証言世界ってどこにあるかって言ったら、はい、ここから答えになりますね。それはすべてですね、釈迦如来の精神の中にありますよね。精神。お釈迦様ってのはもう下脱して荒ラハになって、さらに、えー、何もない状況の中に生きてるんですよ。如来は方神って言って、如来は法の体って言って、もう何にもない中にお釈迦様って生きてるんですよ。ですから、そこから言葉を発すると。その言葉が、 文殊菩薩に届くと、その言葉が経典に記録されて、この三次元、あの三次元、あっちこっちの三次元に菩薩によって広められていくと。つまり、明菩薩はどこから来たからかっていうと、お釈迦様の精神の中から現れて、そして文殊菩薩が会いたがってるっていうのは経典に記録されて、それをまた、そのお釈迦様の精神の中にいる菩薩たちが あっちこっち広めて、その一つがここにあるっていう。つまり、お釈迦様のが精神を、自らの精神を語ったのが、法華経全体なんですよ。お釈迦様は自分の精神、つまり、仏とは何か、もう何もない真空っていうのを全て語り尽くしたのが、法華経で、それによると、えー、無限の仏国土が東の東方にあると、 その中の一つの上皇証言世界から、えー、お釈迦様は自分の精神の中で、それは仏国土を自分で捉えましたと。その捉えた仏国土精神の中の仏国土の中の情報証言世界の中から、えー、お釈迦様の口を通して妙音菩薩音が語られましたと。その妙音菩薩音が語られた妙音菩薩を、音、えー、がこれに記録されましたと。それが、えー 文字菩薩は経典のことだから、えー、経典は、お釈迦様の精神の中から出てきた文、明音菩薩音を、ここに記録したがってますっていう。お釈迦様の精神の中から出てきたその文、明音菩薩音っていう、その言葉を、ここに記録するっていう。これが、正しい視ですね。もう一回言いますね。何もないお釈迦様の精神の中から、えー、お釈迦様未見白光層の光で、 ま英知の光で無限の仏国度があるっていうものを見通したと。で、その中のはるか彼方に上皇将軍世界ってなって、その集まりには、えぇ、ー、明菩薩がいたと。っていうことをお釈迦様はひらめいたんですよ。そのひらめきが、お釈迦様のいる、えー、サハー世界のサンガの中の弟子たちがいっぱいいる中で言葉が語られましたと。それが明菩薩がこの世界に来たってことなんですよ。 で、みんな弟子たちが暗記して、そしてここに記述されましたと。で、文字菩薩は明音菩薩に会いたがっているっていうのは、経典が明音菩薩に関する言葉を記録したいと思ったと。で、その記録した言葉によって、多くの世界に明音菩薩音が広められて、そしてあらゆる世界に明音菩薩が行きましたと。で、明音菩薩って最初あの、たくさんの菩薩たちを引き連れてやってくるって、 書いてありますよね。この前の、えー、薬王菩薩のところではそれありませんでしたね。だけど、明菩薩ってたたくさんの菩薩たちを引き連れてやってくるっていうことは、もうお釈迦様がその明菩薩にひらめいて、明菩薩を語ったと。語りましたと、弟子たちに。で、それがこれに記述されましたと。もうこの瞬間に、その法華経がいっぱいあらゆる世界に広まってる、もうその同時に広まってるんですよ。 だから、お釈迦様の口から明音菩薩の言葉が明音菩薩が語られた時に、まあ、もう無限の世界がここから広がって、その全体がもうここに集まって出てきたっていう意味ですね。わかりますこれ。はい。はい。明音菩薩はどこから来たのかっていうと、まあ、お釈迦様の精神の中、何もない真空の中からお釈迦様はひらめいて、その言葉が明音菩薩が、ここ、お釈迦様の口から出てきて、それが えー、法華経に記述されたと。もうその時すでにすで、ミョンボってあらゆる世界に広まってて、もうお釈迦様口から出たら同時にそれは広まってるっていうことですね。はい。わかりました。お釈迦様じゃないや、ミョンボはどこから来たかって言われたら、まあ普通の人は仏国土、えー、東方サ,サハ世界、東方にある無限の仏国土の中のそれをはるか超えた上皇証言世界から来たっていうのはもちろん正しいですけど、これは普通の ええー。まあ、普通の弟子レベルの見方で、まあ、大菩薩、スーパー大菩薩であったら、お釈迦様の精神の中から出てきたと。出てきた言葉が妙音菩薩であって、それが記述されたのがこれっていう。これを語ってるんですよ。でもお釈迦、出てきた瞬間も、あらゆる世界にも同時に広まってると。その世界がもうみんな見てると。未来物ですね。未来の菩薩を見てると。 つまりも、ミョンボ語られた瞬間、お釈迦様の精神に反応して語られた瞬間、もう未来物も全部明菩薩を聞いてると。こういう関係をですね、時間と空間を超えたこういう関係をですね、ここいきなり最初に語ってるんですよ。わかりますはい。じゃあ、ミョはどこから来たのかっていうと、もう、如来は形も体もないと、その、そしてそれを聞いている弟子たちももう下脱して、体も形もないと、時間も空間もないと、その時間も空間もないお釈迦様の精神の中から、 明菩薩がお釈迦様がひらめいて語られた言葉だと。その言葉っていうのは文字菩薩が聞きたがってこの中に記述されると。もうその記述されるって出てきた瞬間、もう未来仏たちもそれを同時に聞いてるんですよ。未来の、えー、生まれ変わった、えー、スーパー大菩薩も聞いてるとで。今我々も聞いてると。それはもう直接お釈迦様が語ってるその瞬間の明菩薩音をこの中から聞いてるんですよ。 わかりますあらゆる菩薩、えー、未来物たちが。もう時間と空間も、えー、何にもない状況なんですよ。今この状況って。これをですね、最初に妙菩薩音でお釈迦様は語ってるんですよ。文殊主義菩薩は、あのー、妙菩薩に会いたがってると。あの、協定の中に文殊菩薩を記述したいと。で、他方にはですね、じゃあ妙菩薩よ。このサハ世界に来たまえって言うと、それはお釈迦様の語る法華経の一節なんですよ。 ですから、それを聞くために、文章菩薩、えー、他方如来って来るっていうのは、他方如来っていうのは未来仏たちのもう、えー、教えを解け終わった、授業を授け終わった未来物たちの集合体ですよね。その未来物たちも出てきて、妙本菩薩をお釈迦様から聞いてると。その未来物たちって何かあったら、その未来物の中にはあなたの未来物もいますし、その途中の菩薩の中にはあなたの途中の菩薩もいるんですよ。わかりますこれ。もう時間と空間をみんな、 吹っ飛んだ世界ですね。何もない真空の中に、弟子たちも入って、お釈迦様もいて、何もない真空の中に言葉が出てきた、それがこれに記事されても、すでにその、お、未来も聞いてるし、えー、時間も空間もなしで語られてると。これが最初の明菩薩の,の出だ出しなんですよ。はい、わかったですが。明菩薩はどこから来たのかあって真空の中から生まれてきて、もうすでに出てきたと途端に、あらゆる菩薩や如来が聞いてると。ユーズムにン繋がった、えー、世界の、 曲空いの中ではみんな聞いてると。こういう感じですね。はい。こういう世界観わかるでしょうかはい。日本語札はどこから来たのかはい。どこから来たんでしょうはい。今日は以上です。